はい、こんにちは、スレドルドと申します。ロストジャッジメント実況プレイ始めていきたいと思います。セイレンで怪盗さんが刺されたとの情報が。そうなんですよね。本当なの、八神さん、何があったの。仲間全員がなんかやられてるわけだな。全部話すから。ただその前につくぼに調べてほしいもんがある。 USB ね。クワナのアジトで USB メモリーを見つけた、ライターに見せかけて隠した。クワナのおじさんもすぐに、まあ、これが重要だと言っていましたね。さあ、真相分かったりすんのかな。いや、すげえ楽しみだよ。じゃあカイトさん、その相馬ってやつに。相馬やばいよ。脇腹をナイフで刺された。クワナを追いかけてて相馬と勝ち合ったんだ。俺勝ってたはずなんだけどね、ライジン剣で。俺も正直危なかった。相馬一人にやられるとこだったの。八神探偵事務所か。めっちゃ強いんだねこいつ。ああ、で俺はその後クワナの遠縁だっていうマスターに呼ばれて、その USB メモリーをよこすように言われた。うん、断りました。その中を見ればクワナの正体と目的がわかるらしい。さあ、今開いてみましたが、中身はデータファイルが一つ入っているだけですが。どういうデータファイルだ。内容はワードか。動画ですね。あ、動画。内容はこれから再生してみましょう。気になる、めっちゃ気になる。なんだろう、すごいドキドキするんだけど。前撮った日から2日ぐらい経ってるからすごい気になってたんですよ。クワナが大事に隠し持っていた動画だ。一体どんなものが映ってるっていうんだ。まあ、動画といえばね、三越馬殺害の江原がやった動画をちょっとすぐに思い出してしまいますが、どういう動画だ。またいじめ的な動画かな。フルスクリーンにします。お願いします。小指折ったままだな。あ、どれだ、どれがクワナだ。いじめだな、やっぱ。てめえ、ミツル何避けてんだよ。ミツル、まさか、まさか、この右のやつか。続き、携帯で撮れよ。いや、こういうのなんで撮れとかも言うんだろう。どうしようもねえな、あの女。ウィーじゃねえよ。これ、クワナか。何しらけることやってんだ、これ。これ、黒川学園ですよね。いや、こいつら、まあまあ、この右のやつあれだよね、あの店長だもんね。もう死んでますからね。さあ、皆さんと一緒に教え置き。まあ、ざまって感じだけどね。うわ、これもいじめじゃないからね、傷害事件ですからね、これ。もう最低だよ、本当にゴミ野郎だ。何蹴ってんだこれ。調子こいてんじゃねえぞ、ミツル。この動画で正体が、これがクワナなのか。顔がちゃんと映んないから、これがもうクワナだということは、だったとしたら俺の読みは正解だよな。もういいから、いいから。もうこの女誰なんだよ。まさかこの女あいつじゃないだろうな、痴漢事件の。ひどい、ひどすぎる。マジかよ。うわ、これがクワナなのか。そういうことだよな。これ誰が撮った動画なんだろう、そもそも。この動画は自分で撮ってんのかな、証拠的な。本当はもうこ、終わった。いや、これがクワナの正体かどうか分かるってことはさ、これがクワナってことだよね。最悪だ、こいつら。ゴミクズですね。楠本満のストリップと、そう言ってましたね。ゴミクズですね。まあ、楠本満といえば、13年前の黒川学園、沢先生の同級生で、校舎から飛び降りた子だ。厚労省事務次官。クワナは意外と若いのかな。息子でしたね。そして30歳になる今に至るも昏睡状態が続いています。じゃあ続いてないのかな。この動画は楠本満がいじめを受けてた時の、おそらくは隠し撮りされたものでしょう。誰が隠し撮りしたの。この動画ってクワナさんが隠し持ってたんだよね。なんでクワナさんがこんなものを。わからない。でもセイレーンのマスターはこの動画を見ればクワナの正体も動機もわかると言ってた。あのいじめっ子はね、
喫茶店のマスターは死んだから、まあ、動機はわかるっちゃわかる。この辺り、主だったメンバーの顔が写っています。一旦ここに写っている絵から状況を整理してみませんか。いや、これは知りたいよマジで。そうだな、わかったよ。気になる。いや、俺の読みは正しいのか。桑名が隠し持っていたいじめ動画だ。詳しく見る。この人がちょっとね、あの人なんじゃないかなみたいな、痴漢の被害者のね。どうなんでしょう。この携帯カメラでいじめを撮ってた女子は動画の中で名前を呼ばれてたよ。鈴木か。じゃあ違う、鈴木。いや、わかんない、結婚して名前変わってるかも、だとすると僕らも知っているあの人物だと思いますね。ああ、この女子生徒は今鈴木から別の名前に変わってるんだよ。やっぱそうか。鈴木っていう名前は結婚前の旧姓だ。でもそんなこと確かに言ってたもん。言ってたかもしれん。この動画から13年経った彼女の今の名前は、じゃあこれはマミヤなんだ。はあ、じゃあマミヤに江原は協力させてるってことは、脅してるんだな江原は。マミヤのことをマミヤユイ、江原に痴漢されたとされる被害者女性。子供いるしな。旧姓が鈴木で、あの家も、マミヤは結婚してからの名前だよ。そして13年前、もう何とも言えんな。楠本満と同じクラスにいたことは沢先生の口からも確認が取れてる。13年か。やはりこの女子生徒はマミヤユイで間違いないでしょう。マミヤさんって一体どういう人なわけ。いや、ゴミ女でしょ。そもそも世間的に楠本満へのいじめ加害者は河合真也一人だとされていました。そうね。しかしこの動画を見ると実態は明らかにこれまでの情報と違っています。実は10人近い生徒がいじめに関わっていて、間宮優衣もそのうちの一人だった。こいつら全員なんか割と今死んでたりするかもしれんってことは。もしこの動画が世に出たら、間宮優衣もここに映ってる生徒たちもみんなまずいことになる。いや、まずいことになろうよ。楠本満を追い詰め、今日まで昏睡状態にしておきながら自分たちは知らん顔で暮らしてた。昨今ね、 SNS でそんな風にバレたら社会的に抹殺される。実際社会的にね、抹殺されかけてる人たちもいるからね。友人知人家族に知れたら今の生活を続けられはしない。流出させよう。まあ、ただ子供はかわいそうだよね。この間宮の子供のあの子には罪はないから、そこで江原もね、まあ情状酌量の余地というか、情状酌量の余地っていう言葉は違うな、まあそのね、あの殺すとかそういうところまでは至らなかったのはそういうところなのかもしれん。ただ協力しろよみたいなことなのかもしれんな。まあ、こいつは、うん、そして俺はこいつに見覚えがあるぞ。楠本満をいじめた加害生徒は河合真也という名前だったはずです。ああ、こないだ神室町で RK が探し回ってた。レッドナイフですね。その時俺が連中に見せられた写真はこの動画の河合と同一人物で間違いないと思う。似てるもんな。そして河合が殺されたらしいと当たりをつけた RK はこの後どういうわけか桑名を追って偉人町に来たってことになるな。RK はなんで桑名を追ってんだろうね。桑名と江原がまあグルだったと。いじめられたね、いじめ被害者ですよ、がグルでやってて、大臣的にはこういった殺したり、まあ桑名の親である大臣的には、まあ自分の子供がね殺人とかしてたってことがバレたらまずいから桑名を捕まえろみたいな感じで、RK にね、裏の半グレグループに依頼して捕まえさせようとしているみたいなことなのかもしれんな。もう少し桑名の過去や素性さえはっきりすれば片筋道が見えてくると思うんだけど、これですよね。どうだろう。榎本満、13年前に黒川学園の校舎から飛び降りて今も意識不明でいるらしい。意識不明じゃないのかもしれん。かわいそうだよね満くん、あんな目に遭わされて。桑名は30ぐらいだったのか。母親の楠本玲子は13年前、榎本じゃなくて楠本でした。まだ厚生労働省に勤める無名の一官僚でした。詳しくは分かりませんが夫とは早くに別れてたようですね。彼女は息子を女で一つで育てていたのです。ねえ、もしかしてその楠本さんと別れた旦那っていうのが桑名さんだったりして、それで息子の様子を隠し撮りしたのがこの動画だったとか。いや、桑名はさすがに30の息子がいる年には見えないな。
もっと他の可能性を探ろっか。まあそうか。ああ、じゃあ桑名じゃないのか。まあ年齢30の年に見えない、30の子供がいる年に見えないし、まあ30にも見えないっていうことなのかな、この感じだと。こいつは、こいつの顔ってなんか見覚えがあるんだけど。誰だ。ほう、追いかけたやつらかな。僕は見たことなさそうです。僕もわからないな。思い出した、追いかけたやつか。誰、やっぱそうだ、横芝浩の死体発見現場にいた。その時いた連れも全員黒川学園の卒業生って言ってたんだ。悪いやつよりか、こいつらは。神奈川県警の刑事に身分証を見せてた。名前は確か、よく13年前の顔でわかるね。すると、こういう言い方ができますかね。事件の周辺にいた人物たちが振り返ってみると、みんなこのいじめ動画に映っていると、うん、ああ、問題はそんな動画をなんで桑名が持っていたかだ。撮った人ってことだよな。そうなったら、なんだ日付、これは2008年9月17日日付だろうな。学校でいうと夏休みが終わってすぐか。13年前の9月17日午後4時過ぎだから、うん、多分放課後の教室だね。あ、いや、これはなんだよ。どうした。今楠本充が屋上から飛び降りた日付を確かめたのですが、9月17日でした。この後なんだ。つまりこの動画が撮られた後、その日のうちに彼は校舎の屋上から飛び降りたようです。桑名はもしかしてここの担任だったとか、実はサラリーマンをやっていたみたいなこと言ってたけど、その時実はこのね担任で相談を受けていたとか。どうだろうな、まだわかんないな。桑名じゃやっぱないのか。新たに繋がってきた線もあるにはありました。しかし肝心なところがまだわかりません。このいじめ動画をなぜ桑名さんが隠し持っていたのかです。ああ、桑名はこの動画を隠し撮りをした張本人なのか、それとも誰か他の撮影者からこの動画を受け取っただけなのか。どう見ても桑名じゃないもんな。桑名さんと沢先生は何かしらの知り合いだったんでしょ。だったら13年前に沢先生がこの動画を撮っていて、それを桑名さんに預けてたとは考えられない。沢先生そんなとこまでやってる。って仕事の一環で。違う気がする。ありえるとは思う。ただしっくりは来ない。なんで。セイレーンのマスターが言ってたんだ。え、ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名くんの目的も、そう、これなのよ。彼が何者なのかも。こうなったらもうね、多分あんたなら突き止めるだろう。楠本くんが桑名って思っちゃうじゃん。この動画を見ることで桑名の正体もわかるって。わかんないよな。でも俺らはまだそこまでたどり着けてない。顔を変えたとか。いじめの隠し撮りからわかる正体って何。桑名が今40前半ぐらいだとして、13年前は30前後ってところだ。先生か、やっぱ。もしかして、あ、やっぱそうそうそう、学校の先生だったりして。このいじめがあったクラスのさ。いいよ。そういうことなら杉浦氏が持ち帰った卒業アルバムがありますよ。いいよ。沢先生の部屋にあったやつです。まだ見てないの。あ、でもこの二人は見てる。宮西はまだ中を見てませんでしたね。そうだった。持ってくるよ。あ、その口ぶりだともう二人は中を見たんだな。ええ、残念ながら教師陣の中に桑名さんの顔は見当たらなかったです。顔を変えた可能性はないか。ここが楠本充くんがいたクラスのページ。沢先生も写ってたし、マミやユイも写ってるね。あ、クラスの担任はこの人か。全然違うな。楠本充がいじめを受けていたところを何度も目撃してたのに見過ごしてたとか。沢先生いますね。あまりやりすぎるなよと薄笑いまで浮かべていた。ゴミね。桑名じゃないな、別人だ。これは違うね。他のクラスの先生も見たけど、正解かと思ったんだが、ね、楠本充。この子の写真は、まあ、卒業アルバムで死んだ後だもんな。ええ、おそらくその撮影をするより前に
飛び降りてしまったのです。楠本充が自殺を図ったのは9月だったか。他の生徒たちはその後でこの写真を撮った。マスター、いじめの一番主犯格のやつはもう引っ越してるというかね、転校してたよね、確か。そう考えるとみんな笑顔がぎこちないように見えてくるな。沢先生は全然笑ってないね。そうね。先生は高校を卒業した後は同窓会にも行ってないって言ってたよ。うん、このクラスの誰とも会ってないって。確かに高池もいるな。その集まりだと嫌でもミツルくんの話をすることになるだろうからね。こちらには鈴木結衣さんが写っていますね。やはり先ほどの動画に写っていた女子生徒です。お前何ちょっと笑ってんねん。楠本満のいじめ自殺に加担した人。おい、全部吐かないとバラすぞみたいな感じで脅していこう。このページに写ってる子たちの何割かはさっきの動画に写ってたわけでしょ。脅せんじゃない。ああこれでも河合信也は写ってないんだな。転校したんすよ。おお、うん、本当だね、写ってない。河合は満くんの飛び降りの、そうか、いじめ加害者として叩かれ自主的に退学したはずです。ネットの書き込みにはそうありました。うん、裏取りはできてませんが自然な成り行きであったろうと思いますが。まあやめるよな、そりゃ。本当は他にも叩かれるべきいじめ加害者がいたのに、川井以外の全員が罪を免れた。もう少しこのアルバムを見てみよう。どこが引っかかるとかないか。ああ、見たい見たい。一人一人ね、見たいなと思ったんですよ。クラス E。なんだ。この子が一番かっこいいくて可愛い顔してるけどね。今も昏睡状態でいる。飛び降りがあった直後に学校を辞めた河合信也はこのアルバムに写真が残っていない。本当にそうなのかな。変わった名前の人が多いな。赤池ね。伊人町であった三越島の殺害現場を冷やかしに来たと言っていた。もしかしたらこいつも間宮優と同じように江原のアリバイ偽装に協力してたのかも。まあ、殺さない代わりにとかね、バラさない代わりにみたいなのあるかもな。だから事件を嗅ぎ回る俺を監視してたと言ったら考えすぎか。これは楠本満がいじめを受けていた時、担任はあまりやりすぎるなよと笑っていたらしい。そう言ってたのは確か沢先生。その時の担任は満くんがいじめられてるところを見てもそんなに深刻じゃないと思ってました。何を持って担任なんだって話だよな。笑いながらやりすぎんなよと見過ごしていたんです。いや、こういうのこういう教師多いと思うわ。世間のバッシングを受けて教職を追われました。教職を追われた。教職を追われた。どうしたの。もう教師じゃない。楠本満の飛び降りで当時の担任はえらく叩かれたんだ。その後教職を追われたって聞いてる。うんうん。それで？だとしたらこのアルバムの担任って辞めた先生の後に来た代わりの先生ってことはないか。おお。なるほど。なるほど。それはあり得る話ですね。バッシングされた担任の名前を調べてみます。おお。アルバムに載ってる先生とは別人かもしれません。やった。少し時間をください。俺の推理あったかもしれん。はあ。さあ先生も見てみるか。心痛めて。わあ、あったあった。正解かも。ちょっと早めに気づけるのよな俺。矢上氏、わかりました。楠本満の元々の担任の名前。北方か。やはりアルバムに載っていた先生とは別人でした。ああ、当時の担任は北方優とあります。正解。北方。え、あ、それってもしかしてカタカナで北方って言われてたもんね。本名北方ってんだよ。うん、キムタクみたいな感じでね書かれてんだから。相馬が口にしてた桑名の本当の名前だ。じゃあ桑名さんは元は高校教師。写真も出てきました。これが13年前の北方先生です。北方先生。わあ、昔の桑名。確かに確かに昔の山本浩二こんなんだもん。そうすると沢先生もこのクラスにいたんだ。ほんと昔のドラマのね。彼女にとっても桑名は担任の教師だ。それが二人の接点だったんだ。そうだ、こんな顔だった。
そういうことだったのですね。桑名さんが全てをつなぐキーマンだった。うん。13年前、ミツル君の飛び降りで学校を辞めた北方優は、その後桑名仁って便利屋を名乗るようになった。なるほどね。その時頼ったのが桃園だったセイレーンのマスター。そうか、でもこいつがやりすぎんなよとか言ってたんだもんね。桑名が積極的に裏社会、悪いやつだな。そう考えたら、そして何か目的意識が強かったって。復讐？目的意識？心を入れ直変えたのかな。それってどういう。教え子のいじめ自殺で教職を追われた。そんな桑名が持つ目的といえばなんだ。復讐的な。でもお前もそのね、一味じゃないけども、やりすぎんなよって言ってたんだったらって思うけどね。裏社会での成り上がり、まあこれよな、うん、なんだこれ、世界一の便利屋になること。玉ねぎ、ピーマン、人参がね、世界一のね、小説家になることです。いじめ加害者への復讐だ。復讐。桑名はそもそも生徒たちがいじめなんてしなければ、お前が教職をもうちょっと頑張って止めてたらみたいなとこあるぞ。でもそれはそれで、でその怒りの矛先が河合深夜に向けられたってのはどう。なるほど。確か河合は5年前神室町で知人らしき男女に協力させられたってことかな。ということでした。じゃあその中の一人が桑名さんだったの。可能性としてはあると思う。その結果、河合を探し回ってた RK が5年前の桑名の存在に気づいたのかも。なるほどね。そしてその時の事情を聞きたくて偉人町まで桑名を追ってきた。ああ、それなら RK が偉人町に来た理由になりますね。また河合の知人らしき男女っていうくらいだから、桑名さんの他にも何人かいたんだよね。そうね。それってもしかして。ああ、河合の知人たちってことなら、これまでの証拠の中に手がかりがあったはずだ。もうこれ？これだ。あ、ここに写ってるのも河合の知人男女だよな。そうだよね。言い換えれば桑名の元教え子たち。この人たちが全員？じゃあ多すぎない？でもこいつらも悪いやつ。そうだな。あ、間違えたらしいです。あ、ここ、こいつらだよ。こいつら。これは脅されるからね。ああ、そこに映ってる子たち？違います。河合の知り合いだった男女。でもなんでこの子たちが。まあまあ、ほら、あ、合ってた合ってた。この動画って桑名がこっそり隠し持ってたわけだろ。そうね。これ出されたらまずい。ここに映ってる連中にしてみたら絶対に人に見せたくない代物だよ。自分らが同級生をいじめて飛び降りまでさせたことが大っぴらになるんだから、うん、え、確かにネットに流出でもしたら大変です。大炎上して社会的に抹殺されかねません。抹殺されろ。桑名にしてみれば彼らの弱みを握ってたことになる。それで河合への復讐に加担させた。いくら脅しのネタがあるからって人殺しまでさせられるかな。まあそうね。河合って殺されたんでしょ。河合が殺されたってのは RK がそう言ってるだけだよ。殺されてない。死体が見つかったわけじゃない。待って、頭が追いつかなくなってきたよ。ああ、まだタラレバの話が積み重なってるからな。でもそれを裏付けてくれるかもしれない人はいる。誰のこと。マミヤ。例えば、おう、この中に写っているマミヤユイなら俺は家まで押しかけたことがある。これは協力させれるんじゃないか。マミヤユイもし河合を拉致した中に彼女もいたなら面白い話が聞けるかもしれない。わー、聞きたい。そうですね。今八神氏が語ったのは神室町と偉人町の事件をつなぐ一つの仮説です。ですが間宮結衣からその裏付けを取れたならさらなる情報が引き出せるはずですよ。桑名さんの居所もわかるかもしれません。ああ、まだ桑名は完全に取り逃がしたわけじゃなさそうだな。桑名さんってどういう人なの。
三越場殺しと江原のアリバイ偽装、うん、沢先生の事件、うん、5年前の河合真也の失踪、なんで沢先生殺されたの、多分その全部に桑名は一枚噛んでる、うん、あいつの尻尾さえつかめれば全部見えてくるはずだ。桑名がここまで重要だとはな。もしかして今僕らいい線いってる？ふん、多分な。ほほほほ、明日早速間宮由衣を直撃しよう。これは見てえな。では杉浦氏も八神氏に同行してくだされ。状況は次のステージに移ったように思います。海藤さんいないから次は杉浦が相棒に。僕は一人で大丈夫。海藤さんも負傷した今、八神氏には助けが必要でしょう。大丈夫かここ。オッケー、雲隠れした方がいいんじゃない。つくも君がそう言うなら助かるよ。ありがとな、つくも。杉浦は無事に返すから。かっこいい。僕の相棒はそんなに弱じゃありません。存分にこき使ってくだされ。かっこいい。いやー、次の日になったらね、かっこいい。お前かっこいい。めちゃくちゃモテるな、お前。ゲームのキャラクターの中でも相当のイケメンだな、お前。いやー、部活とかいろいろね、進めたいみたいな気持ちはあったんだけど、マミヤ生きて。死ぬ前に走馬灯が見えるって言うよな。おう。ハリア、本当だぜ、ターボ。可愛い服着てるな、ハイトさん。夢がそうだったわけ？ねえ。なんかどんどん体が冷えてったなと思ったら、松金の親父にどやされてた。ターボーのね、三人の父親の一人ですね。まだ俺が駆け出しの頃の記憶だ。羽村の頭も円骨詰めるかって睨んできててよ。で、俺の代わりに東が泣いてんだ。羽村の頭はね、死ぬ前ぐらいもうちょっといい記憶見たって良さそうなもんだろなあ。きっと本当に死ぬ時はいい思い出が見られるよ。思ったより元気そうでよかった。うん、相馬の野郎、次やったらただじゃ済まさねえ。確かに2対1だったらね。追撃されなきゃ沢先生の仇も取れたのによ。相馬に刺されたこと、もう警察に話した？ああ、刑事が来たんだな。あることないこと言ってやったぜ。それはダメでしょ。冗談だよ。言ったのは真実だけだ。じゃあこいつも捕まるってことかな。沢先生を殺したのと同じ犯人だってな。なら多分相馬が捕まるのは時間の問題だ。捕まってほしい。ただそれとは別に俺らは桑名を追う。あいつが一連の事件をつなぐキーマンだ。 RK に捕まる前に俺らで見つける。桑名か。しかしあの野郎、ムカつくね。ん？あいつが俺らに近づいてきたのは、結局、何か魂胆があったってことだろ。いい人寄りなのか悪い人寄りなのかがちょっとわかんないのよな、桑名。ターボが三越の殺しを調べてたからだ。そうね。こっちは腹割って付き合ってやってたのによ。俺はターボの添えもんか？そんなことないって。くそ。野郎の正体も割れて、これからって時に俺はこのざまか。とにかく今は休んでなって。つくもも後でお見舞いに来るってさ。なんだよ、杉浦は来ねえのか。寂しがり。あいつはこれから俺と間宮由衣を直撃するんだ。偉人町から運転手もしてくれるってさ。海藤さんまたね。病院に刺されないようにね。いやー、本当にドラマ見てるよ。これがマジでね、日曜劇場ジャッジメントってあったら普通に面白いもんな。キムタクのドラマでね。つくもかに向かおう。杉浦が東京に行く車用意してくれてるはずだ。いやー、進め、いやこれはそうね、部活とか進めたいけど、ちょっとマミヤ見たいよね今日。あ、ワンちゃんずっと見てくれてる、かわいい。ここにいんだ。あー、え、犬の毛色変えられんの？黒のワンちゃんにできんのかな。これダウンロードコンテンツでついてたのかな。すげえ、黒い犬になった。かわいい。大丈夫かな、勝手にそんなことして。行きましょう。ヤガムさん、もうマミヤユイのところに行く？お前かっこいいな、本当に。僕はいつでもいいよ。行きましょう。あー、行こう。ああ、行こう。オッケー、
そう来なくちゃね。マミヤユイが今から死体になっても、もし本当に八神さんの仮説が俺は何も思わないぞ。マミヤユイは河合信也の殺しにも三越柴博の殺しにも関わってる。そうね。まあそうでなくても教師時代の桑名さんのことは聞き出せるはずだよね。そうね、知ってるはずだもんね。それはもうとぼけることはできませんよ。あ、夜になっちゃった。死んだりしてるかな。東池袋どうなんだろうな。でも子供もいるしな。さすがに死んでないかな。電気消えてない？どうだった？どう、なんか消えてない、消えてたとこあったよな。出たくない。はい、あ、いた、わかった。どうも、先日お邪魔した現代法律事務所の矢上です。こんにちは、また来たよ。え？また間宮さんにお話を伺いたいんですが。もう来ないって言ってたのにな。こないだ全部済んだと言ってたじゃないですか。あの動画漏らしますよ。大体なんでいつも急に家まで押しかけてくるんです。あの動画ネットに流出させますよ。お願いください。実を言うと今日は弁護士じゃなくて探偵として来たんです。動画流出させますよ。俺の他にもう一人います。彼は横浜99課の杉浦と言いました。しっかりツイッターに上げちゃいますよ。知りません。杉浦は偉人町の探偵なんですよ。ある事件を追ってて最近ニュースになりました。知ってるんじゃないですか。清涼高校の沢陽子先生が自宅で殺害された件です。クラスメートだもんね。沢さんは間宮さんの高校時代の同級生ですよね。13年前に黒川学園を卒業した後、沢さんは偉人町で高校の先生になってたんです。聞こえてますか。知ってるはずだよな。どういうご用件ですか。陽子ちゃんとは、陽子ちゃん、卒業以来会ってません。私がお話できるようなことなんてないですけど。いや、動画あるんですけど。事件の前、俺はたまたま彼女の自宅に来てた北方先生と出くわしてます。お、北方先生は覚えてますか。今ビクビクしてるやろな。黒川学園であなた方を担任してましたが、楠本充君の件があって学校をお辞めになった。彼も沢さんの事件に関係してるようなんです。知ってるんでしょ。他の人を当たってください。なんで私なんです。もちろんこれから他の人も当たります。俺たちは沢さんが巻き込まれた事件を調べたいだけなんです。マミヤさん、彼女とは特別仲が悪かったわけでもないんですよね。いえ、どちらかといえば悪かった気がします。お前性悪だからな。そうですか。よかった。でしたらぜひそういう立場の方からもお話を伺いたいんです。もうすぐ主人が帰ってくる時間なんです。いいんだ。手短にお願いできますか。本当主人いいのか。そのように努力します。ご協力ありがとうございます。お待ちください。よく入れてくれんな。よく入れてくれんな。それはすごいわ。ああ、なんで入れてくれんだ逆に。どうしたんだろう。え、マミヤさん全然出てこないけど逃げてんのか、もしかして。いやでも裏から逃げれる、ま、確かに時間がかかってるみたいだ。まさか逃げたりはしてないだろう。いや、さすがにそんな逃げる系。電話してるとか。すみません、お待たせしました。部屋が散らかっていたものですから。どうなんだ今日は。お子さん、俺はお前許してないぞ。今は英会話教室です。もうすぐお迎えに行かないといけません。主人も帰ってくるって。それは旦那さんに代わってもらったら。もうすぐ帰ってくるんだよね。そんなことあなた方に言われる筋合いはありません。動画出すぞ。そうだね、俺すぐ動画出しちゃうぞ。言っちゃった。俺のチャンネルにアップロードしちゃうぞ。それで何を聞きたいんです。さてどこから手をつけたものかな。この人には聞きたいことが山ほどあるぞ。でもいきなり怒らせるような質問ぶつけたらそれこで。いやいや、動画があるやない。あー、こっから。最近北方先生と会ってませんか。会ってません。というかあまり思い出したくない方です。まあね、あの事件はね。あの人は学校をお辞めになった後偉人町にいたと言ったら驚きます。いえ、まあどうでもいいみたいな。でも
偽名を使っていたとしたらさすがに驚くんじゃないですか。知りません、私には関係ありませんから。ね、いや昔やったことっていうのはね返ってくるんですよ自分にね。ネットタトゥーとなってな。この反応は驚いてなさすぎるかな。もう少し踏み込んだ話を聞いた方がいいかも。はい。楠本満を覚えてますよね。ええ、高校時代の同級生です。お前がいじめたんだろ。河合信也というクラスメートにいじめを受けて校舎から飛び降りました。13年経った今も意識が戻らないそうで。陽子ちゃんの話じゃなかったんですか。ええ、そうです。ただどうも事件の周辺には黒川学園の出身者が異常に多いようで、うん、みんな間宮さんと同じクラスにいました。まず北方先生がそうですし、それと赤池さんという方にも会いました。彼のことも覚えてます？お前の横に映っとったぞ。まあ、同級生ですから一応。そしてその方々がみんな楠本満君の一件を間近で見ていたわけですよね。そうですね。でも誰にとってもあまりいい記憶じゃありません。分かってんだぞお前。分かります、そうでしょうね。よし、まずまずいい調子だ。この感じで少しずつ外堀から埋めていこう。じゃあもう外堀埋めたから。痴漢被害はでっち上げですよね。踏み込んだ。はい。江原昭弘にお尻を触られたって例の件です。あなたは彼とグルだったんじゃないですか。いいよ。示し合わせて痴漢騒ぎをでっち上げた。いいよ。お帰りください、今すぐに。ちょっと八神さん。誰も痴漢の被害者と加害者がグルだなんて思いません。そんなことしたって無意味ですから。本当は無意味だよな。でもそれが殺しのアリバイ工作になるなら意味が出てきます。殺人より痴漢の罪をかぶる方がずっと軽い。そうやって江原は自殺した息子の復讐に御子柴博を殺害したんです。ただしその偽装工作を成立させるためには痴漢被害者であるあなたの協力が必要です。すぐに出て行かないと警察を呼びます。呼んでいいんですか。早く出て行って。呼んでいいんですか。江原とあなたとの接点が俺らにはしばらく分かりませんでしたけど、沢陽子が黒川学園の卒業生だと気づいた時、関係者たちのつながりが見えてきた。沢さんは教師として江原の息子を教えていて、あなたとは高校時代の同級生でしたから。そしてそのことについて話を聞こうとしてた矢先、彼女は神室町の半グレに殺されてしまった。その半グレたちの目的はあなた方の高校時代の担任北方先生です。うん、何なの。間宮さん、北方先生がどこにいるか知りませんか。彼は桑名という便利屋を名乗っていましたが、沢さんが殺された事件の後連絡が取れなくなっています。知りませんよ、十何年も前の先生なんですから。もう顔だって思い出せないくらい。なるほど。でも多分お出すか、北方先生はあなたのことを忘れてないと思います。これ出したら強いよ。その証拠があります。え、便利屋桑名こと北方優は間宮優衣のことを忘れてるはずじゃない。その証拠はこれだー。おらーい、イエーイ、ふぅー。13年前の黒川学園の一コマです。もう全部話せお前は。見覚えはありますか。もう全部話せお前。あ、この動画を顔変わった。俺は北方先生の事務所で見つけました。大事に隠し持っていたようです。表示されてる日付は楠本満が校舎を飛び降りた当日。彼がいじめられている様子をあなたも笑って囃し立てていた。旦那さんとお子さんがいない時でよかったね。絶妙な顔してるな。こんなの見られたら驚いちゃうよ。この動画の件で北方先生から何か言われたことはないですか。なんか出るのもたもたしてたのは何なんだろうなこの人。おお、怖い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 。それを消して。画面を見る限り
この動画は隠し撮りされたものです。消せません。これが存在することを間宮さんはご存知でした？ああ、もう表情が変わってる。ここに映ってるミツル君は今も意識が戻らずにいるみたいだけど、当時責任を問われたのは河合真也一人だったよね。いや、それと教師を辞めることになった北方先生もか。でもあんたらは知らんかを決め込んでこんな幸せな家庭を持ってる。言ってやってくれ。あ、いるのかい。向こうが気になるの。ええ、マミヤさん何してんの。いつかこんな風になると思ってた。あ、もう後悔はさすがにしてるんだ。え、あ、誰。うわー、なんだこいつら。黒川学園のやつらなのか。はあ。うわ、え、いや、どういう一味なんだろう、わかんねえな。どっからでも、まあ、まあまあ強いんだろうけど、えい、しゃあ、はいはい。まあでもさすがにね、雑魚だろうから。ちょっとこいつらの顔がさ、仮面割ったらさ、あー、でもここら辺にあるもので極めアクションしまくったよ。かったな。部屋めちゃくちゃになっちゃったね。黒川学園のやつらか、追いかけたやつらか。これは顔取りたいね。あいつでしょ絶対。見覚えのある顔が出てきたな。やっぱ赤池か。こいつは赤池さん、30歳、黒川学園の卒業生だ。うん、他の2人もここにいるのかな。やっぱりみんなつながってた。どうする八神さん、こいつらってスクモ君の小指折ったやつらだよね。ふん、仕返しに指折ったりすんなよ。それよりここにいちゃまだ他にもお仲間が襲ってくるかもしれない。ひとまず安全なところに場所を変えよう。当たり前だ。もちろん間宮さんにも一緒に来てもらう。え、騒がずについてきてください。でないといいよ、この動画がうっかり流出しちゃうかも。俺ずっと流出させようとしてるからね。危ないよあなた。いやー、なんかようやく上位に立ててる気持ちだな。ずっとね、ほんと悔しい思いばっかしてたから。あら、あいつのとこ行くの、シャルル。なんで俺のとこ来んねん。なんで昔からお前ら人の了解も取らねえでいきなり押しかけてくるんだ。人気投票1位。僕らが知る中じゃこの場所が一番安全なんだもん。でもわざわざ、あ、でも池袋、頼れる仲間がいるっていいね。新宿と池袋。そんなに長いしないって頼むよ東。そういう問題じゃねえ。ズーズーしいにも程があんだろ。礼儀の問題だ。まあいいじゃないか。どうします、もう一回しますか。そういえばね東さん、あ、そうそうそう、海藤さんが横浜でお腹刺されたんだ。これは怒るんじゃない。はあ、なんだと。海藤の兄貴が誰に。まあその辺は俺らの話を聞いてりゃおいおいわかるから。こちらは間宮由衣さん。さっきは仲間を呼んで俺らを襲わせたって人だよ。ここでね、ジャッジャイズの黒幕の一人をね、はいはい、ブリーフに。そうですね、ブリーフにしたもんね。そんなのはどうでもいい。兄貴に何があったんだ。てめえ、もう返しは済ませたんだろうな、八神。済ませてないっす、全然済ませてないっす。まあでも俺はね、雷の剣でやったけどな。あんけのガキどもか。兄貴もなんだってあんな奴らにやられちまうんだ。ひとまず東さんも落ち着いたみたいだし、そろそろ本題に入る。間宮さんも観念してるでしょ。あんなところに旦那とか入ってきたらどうなるんだろうな。知ってることを全部教えてほしいんです。あなたをどう扱うかはその後で。痴漢の冤罪は確実にね。あれは、あのあれ自体は絶対罪になるから逮捕はされちゃうだろうね。もうさっさと終わらせて。
聞きたいことは何？なんだその態度お前。流出させますよ。語尾流出にしますよ。まず例のいじめ動画だけど、あれはどういうものなんです？確かに俺はあのデータを北方先生が取ったの、北方先生の部屋で見つけました。つまりあれは彼自身が隠し撮りしたものだった。そう。じゃあ桑名はあんたらもいじめに関わっていたことを13年前からずっと知ってた？そう。でもさ、それならなんで世間的に河合真也だけがいじめ加害者になってんの？確かに。あの動画を桑名さんは誰にも見せなかったわけ？私たちもあんな隠し撮りされてたなんて知らなかった。動画があるのを知ったのも、すぐに公開されなかった理由を知ったのも、学校を卒業したずっと後。なんで動画が公開されなかった理由は、うん、北方先生があれを公開しなかったのは、ほう、私たちのことを一生指導し続けるため。ずっと脅しに、脅しってことか。もし事件当時あの動画が世に出ていれば、確かにそれはそれで大変だったでしょうね。実際河合はネットで顔も実名も晒されて、あ、そうなんだ、損害賠償を何千万とさせられてるし。あんたたちも同じ目に遭ってたかも。いえ、多分私たちはその他大勢のいじめ加害者だったから、一時的に叩かれはしてもいつかほとぼりが冷める。まだ子供だったってことで。でもそれはあくまでもあの時すぐに動画が公開されてから。大人になってから公開されたらその時の奪われるもんね。今はその時と状況が違うってこと？なるほど。私には小さな子供がいる。優しい夫も居心地のいいマンションも。めっちゃいいマンションだもんな。今あの動画が世に出たら全部失うことになる。確かに。それにうちの子はどうなると思う？友達を自殺させた女の息子は絶対いじめの標的にされる。人生が台無しになる。しかもあれはただのいじめ動画じゃない。お前悪い寄りだったもんな。その日の夜に校舎から飛び降りて、今も意識が戻ってないんだから。あんたたちは自分らがガキだった頃より、なるほどね、失うものが大きいわけか。その弱みを握っていることで、桑名は元教え子たちに指導し続けている。おお、桑名はもう普通に悪いやつなのかな。私以外のメンバーにしても同じ。黒川学園って確かになかなかレベルが高くてね。赤いけどかも。大抵卒業後はいい大学に進学していい会社に入ってる。自分で起業したやつもいるし、新しい家庭を持ったやつも。そっか、そいつらもあんたと同じなんだ。あのいじめ動画を公開されたら全部ぶち壊しになっちゃう。そうよ、わかる。要するにあの先生は私たちの未来が輝き出すのを待ってたの。やるな、ダメージが一番大きくなるタイミングを。そしてある日連絡を取ってきたわけ。動画に映っていたいじめっ子たちにね。桑名やりますね。桑名から連絡があったのはいつ？5年前。え、結構。まだ赤ん坊だった息子と一緒に散歩してた時。怖いな。公園で先生は私に声をかけてきた。昔とは別人みたいな暗い目をしてね。優しい顔だったもんね、あの頃は。その場で持ってたスマホに例の動画を再生してみせた。本当異常者。お前もだろ。僕には動画に映ってたあんたらも十分異常者に見えたけどね。杉浦君分かってるね。似たようなことをあなたは絶対にやってない。マジでやってねえわ。自分より弱い子に意地悪したことは。お前のそのレベルじゃないんだよ。示し合わせて人を無視したことは。お前のそのレベルじゃないのよ。私たちはその相手にたまたま飛び降りられて、いやたまたま隠し撮りされてた。いやいや、よりによってなんで私がこんな目に。あんたがそういう人だからだと思うよ。いいよ、安全な。お前がそういう人間だからね。
自分が何かされた時は盛大に泣き叫ぶ。そうだ、そういう人だからだ。そうだ。5年前って言ったな、桑名があんたに動画を見せてきたの。それで思い出した、白崎先生がカムロ町で調べてた件だがよ。ん？さっき名前の出てきた河合信也、 あいつが知り合いらしい連中に車で連れ去られたのも5年前って話だったぜ。言ってたね。桑名がマミーやユイたちの弱みを握ったのが5年前。その時期に河合信也が拉致されたってことは、これはもうあれでしょう、協力させられて拉致したんでしょう。やっぱりあんたらだったんだな、カムロ町から河合を拉致したのは。そして殺した。違う、私たちじゃない、そんなことできるわけない。私たちじゃないってことは、違う誰かが殺したってこと。まあ死んでたんだな。つまり河合が殺されたのは間違いないんだな。まああいつは死んでていいからな。私たちは先生に河合がカムロ町にいると聞かされて、力ずくでも何でもいいからとにかく連れてこいと言われただけ。桑名はその理由を何て言ってた。あいつと一緒に全員で心からの謝罪をしてほしいからって。もし断ればあのいじめ動画が流出する。それでみんなで河合を迎えに行った。ただあいつは先生のところへ行くのを嫌がった。嫌がったんだ。河合には別に失って困るようなものなんてなかったから。流出してもいいのか。あんたらにとってはそれじゃ済まない。でももう出てるもんな、ネット、だからだいぶ揉めて、結局は車に押し込むみたいになっちゃって。カムロ町で目撃されたのはその時のやり取りだったんだろうな。なるほどね。でそれ以来河合は消息不明になってるわけだが、先生が指定した場所は横浜の埠頭で、私たちはそこへ河合を連れて一緒に精一杯頭を下げた。そしたら先生は河合だけ残して、あとはもうみんな帰っていいって。桑名と河合がそこで二人きりになったんだな。そう。そしたら次の朝、携帯に先生からのメールが届いてた。それにはなんて。文面は何もなくて。わ、殺した動画か。動画がついてた。スマホで撮った。ボコボコにな。そこに映ってたのは、うわ、カムロ町で、うわ、河合を車に押し込んでいる私たち。うわな、やるな。先生はあの時の私たちをこっそりそばで隠し撮りしてたわけ。あ、普通にいる。その動画にはみんなはっきり顔が映ってた。あー、撮ってる。河合が声を上げてたのを口塞いだり、事情を知らない人から見ればほとんど誘拐。その動画を見てたらもう一通先生からメールが届いた。今度は画像が一枚だけ。でもそれを見て凍りついた。死んでたんだね。もう先生からずっと逃げられないんだって分かった。河合が死んでる写真だった。もう逃げられないね、これは。その2通のメールを見たら誰だってこう思う。私たちが河合を車に押し込んだ後それを殺したって。まあ2つのいじめの、桑名にしてみれば一番の加害者は全員殺されたのか。それで完全にあんたらの弱みを握ったってことか。その時以来私たちはもうずっと先生の言いなり。どんな要求も断ることはできなかった。何を要求された。あの人は、え、あの人はね、私たちに言わして、聞かして、人殺しの手伝いをさせるの。人殺し、人殺し、桑名に人殺しの手伝いをさせられている。そろそろ確信に入ってきたみたいな。いっぱい殺してんだ。え、他に誰よ。いじめというものをこの世からなくすためにいじめことがを粛清していってるみたいな感じなのかな、桑名。
桑名がどういう思いでやってるのかがさっぱりわからんね。どういうことなんだ。あんたらは誰を殺したってんだ。いじめ自殺を引き起こした加害者たち。ああ。それを先生は殺して回る。全国各地で手当たり次第、何年前に起きたいじめだろうがお構いなし。調べて。共通してるのは、自殺に追い込むようないじめに関わった人間だってこと。先生は河合を入れてもう7人は殺してる。7人？嘘でしょ。そんな、いじめ加害者への復讐、それを桑名は手当たり次第に。先生はそれが私たちにできる唯一の贖罪だって。人を自殺にまで追い込んだ奴らには必ず制裁が加えられる。まあそうね。いつかみんながそれに気づくまで私たちは手を汚し続けろって。そうすれば第二第三のミツルを未然に救えるかもしれないから。なるほど。どうしたもんかな。そうそうよね。そいつを応援したくなってるぜ。いや、ダメだって。じゃあ、三越場ヒロを殺したのもその一つか。もうデスノートですよね。本当に。八神ライトがやってるようなことだ。4年前に江原の息子をいじめ自殺に追い込んで犯罪者激減してたからね。それを桑名は江原に殺させてやったんじゃないのか。だからあんたはそのアリバイのために何でもやるって言ったのね。被害者を演じた。私だけじゃない。三越場を車で拉致するにも人手がいたし、痴漢を取り押さえる役、それをスマホで撮影する役もみんな先生の指示で動いてた。そういうことだったのか。ああ、なんかちょっと解けたね。暗黙の了解があって私たちは直接殺しに手を下すことはしない。何かしら協力させられるだけ。標的をおびき出すとか、死体を埋める穴を掘るとか。でも、うん、先生から受けた指示は絶対に拒めない。そんな真似したら河合を拉致する私たちの動画が警察に届けられる。そして私たちの指紋とかがべったりついた河合の死体がどこからか出ることになるの。そのために先生は河合の死体を冷凍保存までして隠してる。自分で殺した死体を冷凍保存。クワナやばいな。そいつがある限りあんたらはずっと言いなりってわけ。東びっくりだな。突然。全ての始まりは13年前の楠本充の件。それがクワナを駆り立ていじめ加害者を始末させた。クワナはなぜそんな、なんかね、うん、まさにこのデスノートというか、うん、そんな仕置きにみたいなことしてるんだろうね。復讐？それも江原が殺した三越場広もその中の一件でしかない。江原の裏で桑名が糸を引いてたんだ。桑名は13年前からずっと変わってないのかもな。いじめ動画を隠してたのも、偉人町の便利屋になったのも、全部初めからいじめ加害者たちを殺し回るためだ。RK はなんで動いてんだろうね。その地獄に教え子だったあんたたちをも巻き込む。いつか破滅する日までずっと。それが今日なのかもしれない。ただその前にもう一つ聞かせてくれる。何？カムロ町の RK って半グレたちが桑名を追ってる。それ、その理由は、ミツルの今あんたから聞いた話のところもあいつらは出てこなかった。そしてなんで沢陽子が巻き込まれなきゃならなかった。それは私もよくはわからないけど。おう。ただ先生は半年くらい前に陽子ちゃんに電話で連絡を取ってる。清涼高校で起きた自殺のことを聞くために。清涼高校の自殺って江原敏郎くんのやつだね。うん。あの件はもともといじめは関係なかったことになってたでしょ。裁判でも学校に責任なしとされてた。なるほど。でも先生はたまたまそこの教師になってた陽子ちゃんから
本当のところを聞き出した。間違いで殺すわけにいかないっていうのはあるんだね。クワナ、どうやって？陽子ちゃんにしてみたら、先生は自分と同じ立場だった。相談に乗るみたいな。自殺されちゃった点では、だから気を許して全部話したんだと思う。そしてそれを聞いて先生は、やっぱり三越葉も罰しなきゃいけないやつだと確信を持った。それは思う。じゃあ沢先生がその話をしてなければ、江原も事件を起こしてなかった。今偉人町で起きている一連の事件も。かもしれない。いや、そうじゃない。沢先生は桑名の正体も目的も知らなかった、うん、話のわかる昔の恩師に悩みをこぼしただけのつもりだった。少なくともそれで殺されるような筋合いはなかったはずだ。私たちが殺したわけじゃないから。先生は悪いことしてねえよ。いやでもかなり真相分かったね。執事だ。わあ、桑名か。もしもし。よう、俺が誰か分かるか。桑名じゃねえか。桑名。ああ、俺のことを探してるみたいだな。あんた今どこだ。お前が一人で来るならすぐに会える。え、ただその代わり間宮ゆいのことは解放してやってくれ。何。分かった。あんたと会えたらその時解放する。もちろんそれでいい。え、ならすぐに来てくれ。俺は今八神探偵事務所にいるよ。勝手に入らないでほしいな。お前の椅子なかなかの座り心地だな。おい、セガマスターシステム触んなよ。戸締まりはしといたはずなんだけどね。いいか、俺が会うのはあんた一人だけだ。それとあんまり待たせるなよ。気が変わるかもしんないからな。いや面白いな。ガッとストーリーすんだね。一人で会いに来いってさ。ちゃんと確認が取れたら間宮さんは解放していい。大丈夫なの？八神さんだけで。多分桑名はどっかから俺らを見てたんだ。ここに間宮さんがいることも知ってたわけだからな。そうね。お前を連れてって GPS とか持ってんのかな。また消えられる。それだけは避けたい。そっか。まあこっちは任せとけ。東院の助かるね。強いからね。急いだ方がいいんじゃないか。おー、はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。いや、間宮はまあクソってことがまあ分かりましたね。いや、物語面白いね。まさか桑名がここまでのなんか大物というかね。うん、やっぱ芸能人怪しいんですね。じゃあここでね、間宮さんの一言聞いて終わりたいと思います。早く言ったら、もう私に用は済んだでしょ。こういうこと言ってますよね。最終的には逮捕されて全てをまあ失えばいいって思いますね。まあちょっとね、息子くんだけはちょっとさすがにかわいそうだけど。はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回に続きます。もうちょっとストーリーを追います。